こんにちは、カイチです。さて、ゼルダ続きやっていきます。ここまでの動画をご視聴いただいている皆さん、お帰りなさい。いやー、ついに素材が3つ集まりましたね。まあ違うかもしれないけど、確率は非常に高い。気分はだいぶ明るいですよ。なんか右下を見ると天気も違うんだ。今曇りで晴れの日もあるんだな。すごい、なんかランタンが戻って爆弾も戻ってる。なんか一定期間経つと敵も戻るのかな。防火、おお、あ、これなんか見たことないアイテム。ほいほいほい、ボコバット、ボコブリンが本能のままに作った武骨なコンボ。構えた盾を吹っ飛ばすことができる。ふん、あ、もうね、ポーチがね、大変なことになっております。このね、袋をね落としたらいかんとは思うんだけど、ちょっと仕留めてみたいね。多分今こっちの殺気を感じて他へ移動したね。じいさん、フクロウがいる。これいないよ。あ、家発見。じいさん、料理しようぜ。今飛んでた。服をまだ見たことないな。ホタル、じいさん、楽しみだよね。どうやって？コツを教えてやろうか。食材について、食えそうなものは何でも鍋に放り込むがいい。なるほど、使った食材の数が多ければより多くの体力を回復する料理が作れる。他に組み合わせについて、肉などの主菜に副菜を合わせるのが基本じゃ。ハーブやスパイスを効かせるのもいい。じゃが、虫やトカゲといったものは食材と一緒に混ぜてはいかんぞ。へえ、あまり相性がいいとは言えんからな。効果、体を温めたり頑張りを増やすなど特別な効果を持つ食材もある。もしかして頑張りって、あの緑色のゲージの話かな。その具材の一つとして使い方の能力でも効果を持つと。それだけではない。
医者トカゲを魔物の素材と一緒に煮込むと思わぬ効果を得られることもある。それは薬じゃ。はいはいはい。じゃあこれ鍋は、これに勝手に放り込むんだ。じゃあまず肉、あ、料理ボタン出た。はい、A。ちょ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 、もういや組み合わせたいんだけど。作った料理はポーチ画面からレシピを開くことで専門素材を確認することができる。ちくしょう、これ多分入れる前に組み合わせるな。あー分かった、これ火がかかってるからだね。これさ、ちょっと鍋だけ移動しない感じじゃないの。手に持って置くんで、バスを手に持って置く。ダメ？手に持てる数5個。あ、これだ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 な。オッケー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 。これ手に持つ、バスも持つ、ポカポカそう、これでいいよ。料理ちょっと超えていこうか、超えて、ほい、チゲ山菜丼。お、これじゃない、ピリ辛山菜焼き。ほら一発だよ。厳しい寒さに耐えられる、体感効果レベル1。新鮮な肉や魚をこんがりと焼き上げたボリューム満点の料理。おお、一発きた。じいさんびっくりするぞ。お主どこまでついてくるつもりじゃ。いや、じいさんもう寝るところで、すまんが冷凍する。こっから食べるんだよ。ほら、あれあれ、しびじいさん、もう寝るところじゃ。どうやって食べさせるんだ。もう寝る時間になっちゃったんだ。ポカポカその実ここにあるじゃん。あんな山まで登ったのに。まあいいや。じゃあちょっと明日の朝だな。まあ朝になるのもいいんだけど、せっかくだからちょっと際物をですね、薬になるって言ってたな。羽根トカゲどう？ゴーゴー薬、早く動けるゴーゴー効果レベル1。運動神経がすごく良くなる薬。走って登って泳いで全ての動きが速くなる。ハイラルだけ。蜂蜜。ハイラルそうでしょ。どう？すごっ！めっちゃ回復するじゃんこれ。頑張り、なんて読むのこれ、甘露に違うかな。めっちゃ回復するじゃん。
ああ、琥珀とかって素材なんだ。あ、忍び草とか使いたいな。あれ、なかったっけ？あ、そうそう、忍びだっけ。忍びだっけ？どんぐり。この2つだけにしよう。しのび串焼ききのこ。近づいても気づかれない忍び効果レベル1。まあこんなもんだよね。いいじゃん。で、朝までちょっと時間潰そう。ちょっとじいさんもね、やっぱり年だから。食べ物、よし。じいさん、料理してみたよ。な、お主、それは、これはいい反応。作った甲斐があったよ。わしの考案した究極の料理、ピリカは3回焼きではないか。お主、どうしてそれを。いや、それよりそのレシピは。ほうほう、そうじゃった。ハイラルバスを入れるのじゃな。よかろう、お主の料理のセンスを認めてこの防寒着を進呈しよう。よし、きたー、防寒着。山で暮らす人々が愛用する暖かい服、丈夫な生地で作られた服と分厚い手袋が体の熱を逃がさない。それさえ着れば大抵の寒さには耐えられるぞ。わしはこのピリ辛酸化焼きの石があれば防寒着の助けなど必要ないかな。やった、なんか飛び立ったよ。しかもこれでリンクも飛び立てる。サムサガード。お、ちょっとなんかいわゆるリンクの服になってんじゃない？ちょっともうちょっと青色が強いけどね、そのパッケージのやつは。何これ、何これ。畑のフォーク、これもらっちゃっていいの？うちいっぱい捨ててでももらうけどね。よし、進める。皆さん進めますよ。ようやく料理も覚えたし。順調順調順調。こっちからだな。こういった方が良かったですね。こっちは確かいけない。いけるわ。いけるわ。こっからいけるわ。寒くないからもう。ん？何何何これ。あ、どんぐりか。なんかこの辺で光った。行こうか、新天地へ。まあお使いをするあたり、やっぱりこうロープレですよね。あんで、なんか動画を見直したら、ここになんか入り口の光、左側になんか光ってるのがあったんだよな。これポカポカそうじゃないの。やっぱりめっちゃ見落としてたわ。ほい、寒くないぞ。黒、寒くないぜ、寒くないぜ。薪？なんだ、武器？コログのうちは木を切り倒すと時々手に入る不思議な葉っぱは、一振りするだけで大きな風を巻き起こし、軽いものを吹き飛ばすことができる。そ
そろそろもう厳選しないかな。どれぐらい耐久度が残ってるかもう分かるといいんだけどな。なんだろう、まあやっぱ寒いから火を使った仕掛けが多いのかな。古代のバネ、これ系多いな。どんぐりか。お、ほい。はい。これ火起こせるね、多分。やるな、連携技か。一瞬で凍るもんな。爆弾作戦がいいですね。いろいろ消耗しなくて済む。古代の歯車、あれかな、なんかこのでっかい機械がそのうち作れるようになるのかな。あ、これで橋渡しってことだね。 あそこ来たもんね。よし、ちょっと持つ方向を間違えた。これかかるか。いけないよね、これ。もうずり落ちてない。あ、いけるわ。おー、渡った渡った。城中中に備えて爆弾にしとこう。このまま、これは特に何でもなさそうだ。赤先行けるじゃん。で、赤行こう。あー、なんか飛んでる。でっかいのが飛んでる。いや、気持ちいいな。なんか謎解きを終えて次に行けるっていうのはね。おお、
テテレテテテレテテレテテテレテテレテテ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 ここで料理できるんじゃない？ああ燃える爆弾あった。これ持ち上げれるんかな。あ持てるね。これどうせ溺れるんでしょ。ぐわっ、ちょっとそのそれは残酷な死に方だな。まあ一瞬なんかこう凍ってるかなとは思ったけど、ああまた相手をするのね。はい、よいしょ、おい、いったー。あ、え、しまった、ボンミス、ボンミスしたよリンク、ごめんよ。やっぱ調子こいてやがんね。なんだっけな、海外ドラマのロストっていうのがあるんですけど、あれでダイナマイトを見つけた人が、このダイナマイトの扱いには気をつけるんだって言った瞬間にダイナマイトで吹っ飛ばされて死んでしまいました。ほっ、やばい、よいしょ、で、ああそっか、この先の冷たい水で死んでしまったんだな。ちょっと景色を見ようか。やあ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 、それにしても広いな。これ全部全部行くことになるんだよね、きっと。もちろんこれは引き寄せられんね、あれはね。後々のお楽しみになるんだろうね。あれ箱っぽいもんな。トゥミンケの祠。これワープでしょ、ワープ。もうさすがにね、何回もここ来れんもんな。よし。いや、気持ちいい。気持ちいいね。あの食材探し無理だと思ったもんな。ということで、今回の動画はここまでになります。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。